ここめっちゃ気になるな。では久しぶりに劇場に行けるということでね、とても嬉しいです。いるの？目の画面では映らん。もう縦にしても映んないや。モデル画角をさ、モデルのはやっぱこうなんだよね。こう上からの方がさ可愛く映るやん。今日はあっち側にちゃんとこのリングライトをやってるの。だから爆漏れ中。しかも今日もすっぴーん。あれ、私化粧すること諦めたんかって感じなんですけど、諦めたわけじゃないんだけど、ちょっとめんなんでもないです。今日前髪に命かけてやりました。手紙やプレゼントが受け取れるね。そうですね、結構さみんなさお手紙送ったよってさ意見とかさ、そのメッセージをもらってたから楽しみです。レポート書いてんの？めっちゃ偉い。めっちゃ偉い。月とうさぎあげる。気持ち高いんだよね。もっと低くしたーい。お月様にね、戻ったらしいですよ、かぐや姫は。が、昨日ショールームしてた、昨日ショールームした曲なくて、昨日ショールームでもなんか、まあ、ちゃんとさなんかエゴさしたらさやってるんだよね。だからすごい不思議な気持ちでいっぱいでした。今のホームページに載ってる中ちゃんより全然可愛い。いや嬉しい、ありがとうございます。みんな写真に盛れないタイプなんです。写真写り悪くてアイドルとしてめちゃめちゃ致命傷なんですけど、写真写りマジ悪いの。だから動いてる中坂の方が可愛いと自分では思ってます。はい、エゴサしてますね。毎日してます。これなんだろうね、これなんて言ってました昨日。私は全然わかんなくて、わかんない。なんだろうね、やっぱみんながさここにいないんだよね。ピエン、コメントは見えてます。ずぶつかわいいねタイプ、 ありがとうございます。まあ、実物が可愛いのは当たり前です。嘘でーす、やめてください、叩かないでください。骸骨の手なのこれ。やばすぎ、軍手だよ。イエーイ。髪です、髪を伸ばしたくて。でもだいぶ伸びたよね、なんかセミロングくらいの長さになった。嬉しい。三つ編みさようやく可愛いくらいの長さになったかな。でも三つ編みが可愛くない長さなのね今。あーちょっと前まででもやっと可愛くなったかもしんない。そのなんか中坂の三つ編みを可愛くしたかったら三つ編みを三つ編みにして三つ編みをしろみたいな。語彙力みたいなね。ああ。先ほどまで激しいライブでした。なんか雷鳴ってるなみたいな音はした。どう可愛くなっ、あでもいや意外といけるかもこの長さなら。ただマジ団子ありじゃね。でもねどうだろう、そうお下げした日はあの髪をこんだけと、うん、こんだけこんだけとこんな毛に分けて、あといらない髪は全部あの帽子の裏でこうまとめてて、こんな毛で三つ編みみたいな感じでやってたの。はい、
めっちゃ垢抜けしたな。ありがとうございます。垢抜け選抜です。今日はっていうか、ここ最近あの頃の君を見つけたをいっぱい見るようにしてて、いっぱい見てるんですけど、あの素晴らしい曲だなって思いました。いや、ずっと思ってたけどね、改めて。あの頃の君を見つけたんだ、知らぬ間に目でよ、出たどこが似ているのだろうと考えてみたけど、ルックスが似ているだけじゃなくて、切なさ、僕の初めての恋は今だって好きだ。あ違う。あドゥ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 ン、デデデデ。29日披露とか無理結構無理。何も知らんのだって。本当にミュウたちも今日知ったのね、公演やること。今日知ったし、あのまだ退避も来てないから本当に分かんないの。だからミュウもう不安でいっぱいなの。だって1週間もあるけどさ、その1週間の間にほとんどのチームが公演始まるわけじゃないですか。ほとんどっていうか全チームじゃないですか。ってことはみんながレッスン場に集まるじゃん。そうすると練習ができないの。やだやだ。覚えられない。だったら早く教えてください。てわかんない。これ可愛いですよね。みもあの衣装着たいです。早く。可愛い。なんかさ、デザインが結構みんな人によって違うじゃないですか。だからそのなんか可愛いデザインを着たいです。あ、センターあるかもしれん。あーでもわかんない。最年少だったらみゆかなと思ったけど、ももたんもいるんで、その日はももたんかもしれない。わかんないです。こういうやつでしょ。自転車も押して歩いた距離がみたいな。青春だといつか気づくのだろう。気まずくなるくらいなら友達で。みんな腕しか踊れないの。だから足がねできないんだよね。どこが似ているのだろうと考えみたけど、ルックスが似ているわけじゃなくて、切なさ、僕の初めての恋は今だって好きだ。ドゥ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 ン。今ならワンちゃん俺の方が歌踊れるかもしれん。あ、そうかもしれん。本当に見えがちね。あのね、 MV は見たし、あの歌番組とかもチラチラ見てるんですけど、ちょっと怖い。A メロとか B メロはね全然わかんないです。にゃっ。ねえ、スマホケースもペラペラのにしたいのね。でもみーはこれを変えたくないの。だからなんか悩んでるんだ。スマホをショールームのためにスマホケースを変えるか、我慢してこう毎回のように外して使うか。赤ちゃん次あたり SK のセンター行けるんじゃって。あ、ガチガチ頑張るわ。レンジメイクですね。今日はすっぴんです。でもなんか今日こっちのまぶたが腫れて、聞いてください聞いてください。ようやくですよ、こっちのねまぶたがね、
元の位置に戻ったんですよ。嬉しい。なんか長坂は寝不足と寝すぎが重なるとこうなんか連日で非常に目が腫れやすくてブワーンってなったんですけど、なんとやっと戻りました、元の位置に。あでも若干違うけどほぼ嬉しい。クリアケースのカバー、推しのクリアカードにていいの。中坂さんはちょっと誰のカバーをちょっと見せられないけど、プリクラが入ってます。宝物これでーす。ペラペラでしょ。そうやっとですよ、もう嬉しい。ガチです。ありがとうございます。多分頑張っちゃうよ。もういつも頑張ってますけどね。天使ちゃんじゃないです。そうでもなんかゲンガー挟もうかなとも思ったんですよね。ゲンガーいるけど、見るのゲンガーです。かわいいかわいい。このスマホケースを買ったことをきっかけにゲンガーが好きになりました。なんでこのスマホケースを買ったかっていうと、まあ、ハゲちゃんとお揃いにしようってなって、なんかの中でゲンガーが一番いいかなって思ってゲンガーにしました。高一の夏が終わる感想は何もできなくて悔しいという気持ちですね。やっぱまあ水着とか着たかった。なんてね。明日はお休み、お休みだよーん。目が腫れたくらい痛いですよ。すごい空ですね。もうそれは赤坂のせいでゲンガー好きになった、イエーイ。ゲンガーっていうのはこのこちらです。明日学校ですかな。頑張ってください。センターでやってみたい曲とかある？センターでやりたい曲か、なんだろうな。センターでやってみたい曲か。ちょっと3時間くらい考えてもいいですか？あーでもなんかなんだろうな、ガチで女の子の第六感は赤がやりたいです。青じゃないんかいって感じなんですけど、赤めっちゃなんかいいな、かっこいいなって思います。今夜はって歌い出したい。銀河はポケモンのキャラです。悪魔タイプとかだったかな、いやゴーストタイプかな。スクール水着とビキニだったらどっち選ぶ？どっちも嫌ですね。どっちも嫌い。着ないくせに水着だけは1枚にね見に行ったんですよね、お買い物しに行って。ポニータはなかった気がする。わかんない、あったかもしれないけどわかんない。ももたんはビキニだよ。ももたんはすごいと思います。ビキニは持ってないから。ちょっとね持ってないです。ポケモンの切手ってゲンガーいない、そうゲンガーがいない商品はちょっと買おうとはあまり思えないです。すいません。そうなんです。そうなんです。似てない、いや似てたかもしれない、似てたい。今年はプールとか海に行きましたか？行ってないです。なんか私的なちょっと別に他のメンバーを批判するとかそういうわけじゃないんですけど、なんか他のメンバーのこうツイートとかインスタとかを見てると、なんかみんな意外といろんなところ行っててすごいなって思いました。中坂が家にいたいからっていうのもあるんですけど、もうなんか本当に家から出たくなかった今年の1年みたいな。だからみんなが結構なんかウェイみたいな、結構さかっこよかったり、そのまあ、ご飯食べてるところとか写真とか上がるじゃないですか。そういうの見ててなんかすごいなって思いました。学校でプールの授業ないです。
女子枠水着着てプールなんて20代前半珍しいよ、うん、私もそうだと思いますよ大人になったら子供がプール行きたいって言うから行くくらいしか多分行かないと思う。なんかまず大富豪して寝てみたいな、あの本当にそういう夏だったので、はい、エンジョイしたいです。来年こそはねどっか行きたいと思います。てかもう早くね、てかまずで早マジ早くさ落ち着けコロナって感じですね。もうなんか悲しいです、なんかさか大切な青春の2年を奪われて悲しいです。でもなんか今年の中学校3年生とかの方がかわいそうだと思う。修学旅行ないからさ、ないところ多くないですか、わかんないけど、なんか多分もともと予定してた日からは多分ほとんどの学校が変わってると思うんですよ。名古屋市が確かそういうなんかあれだったから、あの名古屋市はそうなんですよ。はい、だからかわいそうです。中坂はまだ去年そんなに出てない頃に行けたので、この夏休み大富豪とショールームいつも一緒に楽しかったよ。ああ嬉しい、みゆも楽しかった、もう家でエンジョイしたからもういいんですそうだよね、この2年は戻ってこないからね。そうなんですよ、私の大切な大切な15歳と16歳を返せはい、サヤから来ました、イエーイありがとう。もうサヤ終わったの、さっき始まったばっかりじゃない。じゃあ絶対札幌と大富豪、あそっか地元だもんね、それはそれはよきよき。17歳の夏を楽しみに。そうです、中坂さんはちょっと17歳まで青春奪われてしまったのも、はい、もうブチギレブチギレになっちゃうはい、ここちゃんも配信してるね、みんな配信してる返せば8月はずっと大富豪をしてたものとしては寂しい、また大富豪をちょっと頑張りますねあのもちろんね、そのいっぱいはちょっとできないんですけど、まあまあちょくちょくは感じです。やっぱさあれじゃないですか、平日の昼間とかできないから、もうてかもうガチ夏休みイベントあってよかったこれにつきます。ぶち切れるとどんな感じ、なんかみは結構静かに怒るタイプですね、なんか怒った時はとことん怒り通すのではい、そういう感じです。イエーイ、劇場に行ける日を楽しみにしてます。そう29日はあの観覧できるので、だからぜひね遊びに来てください、来れる方はです。はじめまして、はじめまして、同期に怒ったこととかあんの、あめっちゃ喧嘩したことはあります、はい、2年前くらいにガチ喧嘩したでももうね、あのまあもう解決、もう解決してなかったらやばいんですよ。なんかみえはもう笑い話にできるけど、まあ、相手がちょっとどうか分かんないんであれですけどはい、喧嘩したことあります。29投げるつもりを待ってます。誰とだろう、誰でしょう、めっちゃ懐かしい思い出です。誰がいたかはちょっとあんま覚えてないんだけど、
仕事してた。20時めっちゃ過ぎてって悲しい。お疲れ様。それは先週のね。はい、もう今ではもう笑い話ですよ。でも本当になんか1週間くらいですから、結構長いかな。1週間もしてないかもしれないけど、まあなんか、まあ、そのちょ沸騰してたのは1日ですけど、気づいたらなんかなんで仲直りしたとかも覚えてないくらい、もう自然に仲直りしてたやん。13周年ウィーク仕事と重ねピエン、それは悲しい。ピエンピエン頑張って、ファイトファイト、ヘイヘイ。そうです、リモートだよ。このさ画角でさやったらさ変な人だと思われるかな。でもこの画角しかないんだよね。どうしよう、背景お前うるせえよって思われちゃうかもしんないからさ、どうしよう、剥がす。やばい、大丈夫かな。でもちょっと気になるな、大人って感じの味ですね。今日も食べたんですけど、ケラタッツァマシでした。すすぎがなかったの。いやどうしても背景うるさすぎでしょ。気になっちゃう気になっちゃう。今日は敵から生まれてきたんですか。違います、あの今日は中坂美優なんです。昨日は中坂美優じゃなくてかぐや姫様だったんですよ。そうパパ坂に感謝、でもなんかパパ坂も中坂が買ってきたお団子を10個入ってんのに多分6個くらい食べたの、やばくない。いや1人3個やろみたいな、多くても4個やろみたいな。おこですね。でもパパ坂は昨日ネギトロ巻きと鉄火巻きを買ってきてくれました。3本食べれるかな、無理だろうなって思って3本食べました。今日は直営店定休日ですね。それはピエンピエンピエン好きなんだね。団子目団子大好きです。団子三兄弟、これは栗です。信玄餅とケロトッツォチャラな、あー言われそう。パパ坂食いしん坊ですね。そうですね、でも優しい。パパ坂さんそうですね、優しいですね。食いしん坊ですね、そうですね、優しいですね、そうですね。こんな普通の人って感じです。かぐや姫はどれくらいの頻度で来ますか。1年に1回です。織姫と彦星みたいな。栗です、栗と芋と葉っぱです。さては昨日のブログ読んでないな。キラーン。なんだかんだでパパサッカー買ってきてくれ、なんか自分が食べたいから買ってきてるみたいなところ半分ありますからね。でもパパサッカーさんめっちゃ足短く長くないです。だから目と同じだって。悲しい。目も足長くなれって今育ててるの。今日は中坂です。何坂でもなく中坂です。鼻がかゆい、髪の毛が、だから骸骨じゃないねん。骸骨に見えますか。なんかぐや姫だから綺麗だったんですね。お、今日は綺麗じゃないとでも言いたいのですか。あれプリクラが消えたと思ったらありました。そうだから長いと私は信じています。押す押す、今日は可愛いですね。あ、可愛い、ありがとうございます。今日も可愛いですって言うとまたなんか言われるのね、あれですけど、今日も可愛いです。
夜中ちゃんさん綺麗になったと思いますだってありがとう嬉しい。昨日月さんは見てないんです。なんでかっていうと愛知県昨日雨降ってたんですよ。見えない見えないみたいな、ちょっと天気悪かったっすね。イエーイ、優しいみんな。そうそうなんよ、だから悔しいです。でもなんか昨日ねそれもブログに書いたので、あブログかメールに読んでますか。今中ちゃん可愛いの話、まあ、中坂が可愛い話はしてもしなくても事実なのであれなんですけども、まあ、そうです、ね、今はお月様見えたか戦争をしてます。嘘です、早くみえちゃんに会いたい、みもみんなに早く会いたいよ、会いたいよよ。それだ楽しみー。生誕 T シャツとセーラー服なので、まあ、皆さんは生誕 T シャツは、まあ、着用義務があります。読んでるよ、ありがとうございます。ぜひ今日のアメブロの書いてほしいこと待ってます、コメント。はい、最近なんか〇〇の日についてしか書いてないので、ちょっと、はい、今日は何の日だろう、今日は9月22なので、セーラー服着ていくよ。セーラー服着てきてくれるんですか。あーチャレンジャーですね、待ってます。セタンティーならいいんだよ、まあそうですね、まあ、独占ティーですね、いわゆるトニキが多いよね、もうお仕事がないから。ピエン、いやそうなんよ、お仕事ないからさ書けないの他のブログが。僕も痩せたら着るんだけど、まだね9日までたっぷり時間、あ10日かな、9日か、9日までたっぷり時間あるので、今からでも間に合うと思いますよ、頑張ってくださいダイエット。私もね頑張ってね痩せよう。去年のブーティーはダメ、あー持ってなければ、まあ、ブーティーでもいいんですけど、もう持ってるなら義務です。特会の再販あれば中ちゃん行くんだけどね、なんか5時販売ないですよね今回、ピエンピエン、ぜひ会った時にはね会いに来てください。お家に忘れました計画的、あーダメですね、じゃあ忘れないために着ていけばいいんですよ。久しぶり久しぶり、忘れない方法は着ていくことです。食欲の秋ですか、そうですよ食欲の秋、無理です無理です、阻止です阻止ですが正解じゃなかったの、阻止ですってこと。仕事戻ります、頑張って、家から来ていくよ頑張って。いや家から来ていけません、似合ってるわけじゃないんですけど、みえはちょっとまあいろいろあって家から着ていけないので、まあそうですね現地で着るかなって感じなんですけど、まあ、皆さんはぜひね家から着て中坂みえちゃんを広めてくれたら嬉しいなと思います。
これ美味しそうですよ。めちゃめちゃ大きいんだよ1個。今日も虫の声がいい感じですね。そうなんですね、いい BGM です。嬉しいたけー初見さんこんばんは。 SK48 キュークセチーム S16 歳の中ちゃんと中須賀美優です。イエーイ。はい、先輩の前で来たよ、ピアスさんにダサって言われたもん。でもそれっきりです。はい、酔ってないです。酔ってるわけないよなーって。酔ってるやついる、先輩の前で独占 T 着るの酔ってるやついる、いねえよなー。みんな独占 T 着るぞー。ウォウォウォウ、ピヨってるので、そうピヨってます。てかピヨスさんと公園一緒じゃなかったの。ピュンピエンオブピエン。周年のリバイバル配信が何気に楽しみなんですが、みも楽しみですね。ボイズンガール、みんなで行こうぜ。あれだだ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 。覚えてない。ボイズンガール。ドド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 。チャイム鳴ったら学校飛び出す、レッスン場に通い続けて、憧れのスター目指すドリーミンガール。この次なんだっけ、きっと待ってるみたいな、ドゥルルルルル、走れ、ドゥドゥドゥ、全速力で、ドゥ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 、ブースから降りたら走れ、私愛のためにみたいな、ビバハリケーン、感情の渦にさらわれる僕がいる、今心の海は荒れ狂う、知らぬ間に横殴りの雨が僕に襲いかかる、気持ちは止められない、ドグドグドグ。この前ね、なんだっけな、そんなこんな見たんだよね。そんなこんなの振り V がまだ携帯に残ってたかみたいな。そんなこんなわけで超閉じたまた巡り合い、いやよダメよくみたいな。夏の男は手が早すぎるシセラみたいな。そうビバハリケーンゼップでチームやってました。あとはこの次なんだっけ、本当に、あ、竹内先輩かな、わかんない、竹内先輩が最初だ。 Love you Love me Kiss me ニェイみたいな。ドベルミアン見たいね、川島のドベルミアン見たい。ドベルミアンしか勝たん。ユニットはアイドルなんて呼ばないでみたいな、アイドルなんて呼ばないで、私はいつでもあなたを見てる、ヘイ、みたいな。ララララララ、ラララララ、あなた、あなただけのアイドルになる。あとは何だったかな、本当に覚えてないレベル。
そうですね、懐かしいですね。こんばんは、中坂29日投げました、3本振ります。お、待ってます。みんな結構な投げてくれてる方多いので待ってます。ハゲちゃんと友達になりたいけどなんとかならんか、ならんですね。そう、ハゲちゃんと遊ぶ約束してたんですけど遊べなくなっちゃった。ピエン、何気に歌唱力アップしてますね。あ、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。ニコニコ。中ちゃんのサイリウムは何色だと思いますか。ヒントは SKE とスノーホワイトです。ほぼ答えですね。意外と釣りキャラ、あ、ノット釣りキャラです。みんな友達キャラです。みんなとお友達。ハゲちゃんの写真の宿題終わったの、終わったんじゃない。応募期間期短いから気をつけよう。明日23時59分ですらしいです。ごめん、当たるおまじないください。当たりますようにです。当たる、もう当たります。みんな当たれ当たれ当たれ。はい、お友達、お友達、中坂とお友達になった暁にはこうやってね友達のポーズをねしていただけるとね嬉しいです。釣ってみてくださいな。みんなの顔からに狙い撃ち。そう、バッチリ背景完成してます。おお、試しに投げてみようかしら。でも決めしれそうだけど大丈夫。今日は雑談会、まあそうですね、雑談です。うちを作ったから公園行きたいけど、え、わかんない。うちを作ってくれたの、楽しみだよ、振ってくれるの待ってます。仕込んでいかないと。あー、楽しみ楽しみ楽しみだね。みんなもう、みもさ踊れるかな、体力あるかな、大丈夫かなって不安なんです。結構ガチで。みちゃん、しばらくさよなら、ツイッター見てね。見た見た。ちょっとしばらく安静にしてください。ゆっくり休んで。ちなみに嬉しい竹ポーズはあるの？ないです。嬉しい竹。筋トレ配信は昔したことがあるんですけど、みゆがあまりにも筋トレできなさすぎて全然筋トレに配信ならないんだよね。これは8月22日以来です。やばーい。重ねた足跡公演が当たる方法ありますか。うん、やっぱ気持ちの問題なので、心から深く当たれって思ったら当たると思います。すごい、めいちゃんしか目に入りません。お？お？小兵ポーズ。これ楽しみすぎる。みもめっちゃ楽しみだからみんな見てください。そう、気持ちの問題だから、だから外れた時はちょっと他のその当たった110名の、今回何人当たるか分かんないけど、当たった110名よりちょっと気持ちが弱かったということで、もうもっともっと思ってください。
チームスの中で何番目に可愛いと思ってるの？え、当たり前やろ、1番。うっそぴょーん。でも気持ちは1番ですけど、まあそうですね、まあ実際問題で言ったら、まあそうですね、一番下かな。まあ伸びしろがあるということでね、私には伸びしろしか感じないということで生きていきたいと思います。8人公演です。13周年のグッズのうちを買おうかな。買ってください。自分は今日も中ちゃん推しって振ってください。わかんない、だからポジションわかんないんだって。もうこっちもドキドキしてんだから。もううちは買いましたよ。 ありがとうございます。ぜひね、自分でうまく書いてください。上手に書いてください。いや、中ちゃん、やっほー。みんな結構うちは買ってくれてる？嬉しい。うちは可愛いから買った、ありがとう。なかちゃんにドキ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 。次公演投げるときは思いが強いから当たる。ああ、もう絶対当たりますね、それはもう。グッズでうちは久しぶりだからいいよね。それな、そうなんですよね、久しぶりなんですよね。裏目を向けたら中坂の顔が映ってるということで。決まったら中ちゃんの生誕グッズ買いたいです。あ、中坂の生誕 T シャツはなんかもう売ってないみたいなあれが出てるんですけど、まあ、バッグはちょっと分かんないので、そこら辺はちょっとファンの方の方が詳しいかな。でへてへみたいな。イエーイ。違うのよ。なんか頭に接着剤ついてないから垂れてきちゃったの。かわいい。そうね、早くね届いてほしいんですよね。グッズも届いたら報告待ってます。届きましたって。まあうちは義務じゃないです、全然。そう、かわいいんでしょ、この子も。工夫です、工夫。ほんとだ、ゆらゆらしてる、かわいい。かわいいしか言えない人になってます。8月26日に劇場公演の時は劇場でセンターン T シャツ売ってましたよらしいです。だから買えるって、みんな。8月26で買えたんなら今も買えます。何が義務だから、独占 T シャツやてー。壁に手形貼ってるんですか？手形？どれが手形ですか？わかんない、わかんないけど、これはすすきです。だね、だってまた見に来てね、ありがとう。売り切れたとか言ってなかったっけね。言ってたけどさ、なんかね、わかんないです、どっちかわかんないけど、まあ売ってるならよきよきみたいな。 T シャツくださいって言ったらスタッフの方に、あ、そうしたらいるんですか。スタッフさんまでそんな熟知されてるんですかね。歯ブラシ、いや、どう見てもすすきやろ。ソフトボールじゃないですからね、これ。餅じゃなくて団子だが。
団子です。で上に可愛い食べ物がいて、お月様とススキです。真ん中のまん丸いのは何ですか？真ん中のまん丸いのは満月。こうやってやると顔が丸いんですよね。かろうじて顎があるかなみたいな。逆に何もしない時の方が丸いよね。やばーい、やばーい。中のまん丸いのが一番、宇宙で一番可愛いよー。イエーイ。結構風が、今扇風機を回してます。目の方向いてないけど、右から内輪の骨組み手、歯ブラシの前ですね。どう見てもススキやんけ。なんかお母さんに「なんかなんでそんな下手なの?」って言われて、なんか それを作るならなんかガチでこう取ってこればよかったよみたいな、ススキをみたいな。いや、まずススキ取れる場所ってどこやねんって感じなんですけど、まあ、目のうち森だからあるのかもしれないけどね。いや逆に森にはなくね、わかんないけど、そんなのはどうでもいいんだけどさ、普通に考えてこんなところにススキ置いたらさ、ここお父さんの布団なんですけどさ、お父さんの布団ススキまみれになるやんって言ったの。そしたら「ああ確かに」って言われました。はいよー。ひえこさんはもう使ってないです。戻る瞬間が怖いの。みんな見えないんだよね。こう顔をこの辺に置いておかないとね、見えないんだよね。終わりますか。じゃあ終わりたくないけど、終わりの時間が刻一刻と近づいてきています。ということで今日は何にしようかな。今日休みの前の日だからインスタライブできませんか。いや別にしてもいいですけど、お母さんがまだ帰ってきてないから、終わったところでさご飯が食べられないんだよね。今日はね何にしようか。君は君で愛せばいい。今日は誰の当番なの。今日はパパ坂です。イエーイ今日はパパ坂がラーメンを作る気満々で家帰ってきたんですけど、ラーメンの素が売ってなかったじゃなくて家になかったので、どうしようってなってるっていうところです。なんかラーメンの具だけ買ってきたらしいよ、ラーメンがあると思って。だからかわいそう。から最後カラオケになったの最近です。なんか最近 SK の曲やっぱ聴く機会少ないから、 SK の曲を聴く機会を作ろうっていうことでこれを始めました。まさかはだいたい中華料理な気がする。確かにプリマステラ入ってるんですか。最近事故起きてました。
眩しいのは太陽のせいじゃなくてその若さだ。これから何でもできる未来はいつだって輝いて見えるよ。リュックサックが少しずつ軽くなってくよ。一曲ですね。もう一曲はじゃあやっぱでもこれ歌ったから次はこれやろみたいな、分かんないみたいな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 的な。つやきものよ真の勇者よ、戦い終えた後で誰のため流すのだろう。その涙
てね地球を持ってるんですよ。イエーイ。ということで約5000人の皆さん今日も配信を見てくれたということで嬉しい竹でござる。イエーイ。ということで今日はあの頃の君を見つけたと強き者よ2曲続けて聴いていただきました。みんな楽しいですか。中坂3歳か。中坂3歳です。バブー。毎日フィンランドミラクル歌わないの。それは多分ね別の方なんですけどまあ私はちょっと歌わないですけどもまあぜひねまた歌えたらいいなと思います。ということでギフトを読みたいと思います。カラカッサカサカサみたいな、なんだっけなんていうお化けだっけこれ。片足小僧みたいな。違う違う。カサカラカクカサ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 ンお前だろって感じですよね。ごめんなさい。カラカラカッサカなんて言うんだっけ。カラカッサカカラなんて言うんだっけ。カラカッサカカラカサ小僧カラカサ小僧それだカラカサ小僧さん。パチ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 や焼き鳥さんトララーのブトララーの音符。カラカサカサカラカラカサ小僧さんパチパチ、焼き鳥さんトララーのブトララーのブトララーの音符。ワイルドママさんミラーボール、オムライスさんお疲れ、焼き鳥さんトララーのブ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 トララーの音符。シルルルンさんグッドゲームうまトララーの音符。ドドさんかわいい。サーフィンさんトララーのブ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 トララーの音符。 SK のクマさんレインボーサーフィンサントララの音符。シルルルンサントララの音符。サーフィンサントララの音符。ダダさんミラーボール、シルルルンサントララの音符。サーフィンサントララの音符。シルルルンサントララの音符。サーフィンサントララの音符。トラサントララのブトラララのブトラララの音符。テンサントララの音符。トラサントララの音符。テンサントララのブトラ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 ララの音符。サーフィンさんハート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 、トラサントララのブトラララの音符。サーフィンさんハートハート。テンさんミラーボール。トラサントララのブトラララの音符。サーフィンさんハート。トラサントララの音符。サーフィンさんハート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 。トラサントララのブトラララの音符。ワイルドママさんレインボーじゃなくてミラーボール、トラサントララのブトラララのブトラララの音符。サーフィンさんトラララのブ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 トラララの音符。シルルルンサントララの音符。トラサントララの音符。シルルルンサントララの音符。トラサントララのブ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 トララの音符。サーフィンサントララのブトララの音符。シルルルンサントララの音符。サーフィンサントララの音符。ウミガメサントララのブトララの音符。サーフィンサントララのブトララの音符。シルルルンサントララの音符。ウミガメサントララのブトララのブトララの音符。シルルルンサントララの音符。トラさんミラーボール。トラさんトララのブ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 トララの音符。ペッペフープさんサイレム。これはなんていうパイかわかんないけどマージャンパイさんトララのブトララのブトララの音符。サーフィンさんかわいい。マージャンパイさんトララのブ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 トララの音符。トララのブ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 トララの音符。ライフ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 レインボーレインボーライフ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 。オムライスさんかわいい。うまかっこいい。ありがとう。いいね。ファイト。ブラボー。ありがとうございます。イエーイ。あのねここにねミラーボールがさこう出るとさここにミラーボールがさ出るわけじゃないですか。ここにねミラーボールのなんか 0.0000 秒だけ表示されてるんですよ今面白いんですね。ということで今日の中身73位はデケ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 あデケデケデケデンデン、ピースのアバターのふんふんさんです。ありがとうございます。イエーイ。パチパチパチ。それでは今日の中身73位をね読んでいきたいと思うんですけどちょっと待ってくださいみんないつもと一緒だよねアバター。オッケー、いきます。
せーの、おしさん、ひひさん、SKEのくまさん、おてさん、わささん、うきさん、かきさん、ありがとうございます。イエーイ。携帯大丈夫？大丈夫です。今日すごいね、バグってるんだよ携帯が。ずっとだから、あの壇上にも誰も人いないのだからみんなアバター一緒だよね、いつもとでね。ちょっとありがとうございます、イエーイ。そう、今日だからミュしかいないの自分はいるんだよね、だ自分が1位にいるんだよね、面白い。では、13位から読みます。13位、ふんふんさん、ありがとうございます、元気娘。12位、ふんふんさん、ありがとうございます、ピッピーふゆっぴー。11位、ふんさん、ありがとうございます、ブルブルブルドッグ。10位、ふんさん、ありがとうございます、焼きたりすパク。9位、ふんふんさん、ありがとうございます、ぶどうプチプチ。8位、さあ、ありがとうございます、カラカサ小僧。7位、さあ、ありがとうございます、シャーン。6位、さあ、ありがとうございます、サフィーン。5位、さあ、ありがとうございます、ロン。4位、さあ、ありがとうございます、シュルルルン。3位、さあ、ありがとうございます、天使キラーン。2位、さあ、ありがとうございます、シキーン。そして今日の1位はドゥクドゥクドゥドゥクドゥクドゥドゥク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 ドゥンドゥン、ふんふんさんです。イエーイ。せーの、ウェルドーワンワン、ありがとうございます、イエーイ。パチパチ、ありがとうございます、イエーイ。ついにショールームも無観客言えない、無観客に。ランキング見たんですけど違ってますか、もしかして。ライブランキングみたいなとこ見てます。ありがとうございます。イエイエーイ。あとインスタライブやってください。はい、じゃあちょっとできたらやります。中坂のアバターまだ考えてないですということで、5477人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メブロのチェックよろしくお願いします。それではまた明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、あちめて、はい。今日の合言葉は、フォー！バイバーイ！バイバーイ！フォー！あれ？終われない、終われない。